93歳で関ヶ原へ出陣、弓一筋で大名へ、戦国のレジェンド大島光義。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、戦国のレジェンド大島光義について紹介していこうと思います。大島光義、通称ウンパチ。あまり聞き覚えのない名前かもしれませんが、戦国時代弓の腕前で大名に出世した武将です。この光義のすごいところは、その弓の実力もさることながら、出世の糸口となった信長に仕えたのが還暦近くだったこと。以後は秀吉や家康にも仕え、93歳にて関ヶ原合戦にも従ったという超がつくほどの遅咲き武将。まさにアラカン以上の星ともいえる異彩を放つ存在です。現代の還暦以上の人にも、まだまだこれからだという希望を与えてくれる弓の名手、大島光義をご紹介いたします。光義の弓伝説。弓の名手と謳われた大島光義の実力はというと、光義はある時、当時仕えていた豊臣秀次、秀吉の甥から、八坂の塔の天井の小窓に弓を射込んでみせよと命じられます。八坂の塔は宝冠寺の五重の塔で、京都のランドマーク。大名たちはこの塔に城門入りの旗を立て、自らが支配者であることを誇示したとも言われています。その由緒ある寺に秀次は武威を示せというのです。その塔の高さは約46メートル。光義が放った矢は鋭い音とともに一直線に小窓へ。なんと光義は10本の矢を放ち、10本とも命中させます。驚いたことに光義はこの時80代。当時はその驚きの年齢と正確無比な弓の実力にて、仙人かはたまた超人か、神ってる武将と言われていたのではないでしょうか。そんなレジェンド光義とはどのような人物だったのでしょう。13歳で弓名人デビュー。大島光義が生まれたのは、武田信玄や織田信長などが生まれるずっと前、1508年とされています。美濃の国の大島、または山形郡の出身と言われ、1512年に父の光宗が山形合戦で戦死して孤児になってしまいました。1500年代前半の美濃の国は、守護の時氏一族の内紛や実権を狙う永井斎藤氏らの争い、黒人の闘争など内乱続き、外に目を向ければ尾張の織田氏といった周辺の国々との戦いも熾烈を極めた、ザ・戦国時代の真っ只中でした。やがて斎藤道三が美濃を統一。そんな状況の中、光義は13歳の時には美濃黒人との戦闘で敵を射殺して周囲を驚かせています。さらに身を寄せていた縁者の大杉氏の屋敷に黒人が押し入ってきた時には、光義が弓で応戦、あっという間に敵2人を射殺し、続く敵勢を弓で退けました。こうして戦列デビューを果たした光義、斎藤道三の重臣の永井道俊に仕え、以降百発百中の妙を表すと評された弓の腕前でもって名を馳せていきます。そんな光義の戦いを紐解いてみましょう。ある時、光義は敵兵から新兵器の鉄砲で狙われます。絶体絶命のピンチ。ところが相手の銃口が火を吹くより早く、ビュンと光義の矢がその敵に命中したのです。鉄砲より速いなんて、まるで SF 映画のよう。槍で疲れそうになった時には刹那、ウツボから矢をさっと抜き出し敵を射殺しています。敵兵が大木に隠れた時には、
光吉はその大木めがけて矢を放ちます。その矢は大木を貫き、隠れた敵兵の首にぐさり。矢が樹木を貫いて敵を仕留めるなんて、その正確さと剛球ぶりに一同びっくり。敵兵たちも驚いたようで、樹木ごと首を切って矢を抜かず、光吉のもとに送り届けたそうです。光吉の仕えた光俊は、道さんとその子義達が敵対した時、義達側につきました。光俊が道さんの居城を攻めた時のこと。光俊方の光吉は、敵方が守る町の軌道を越えて、町中にいる敵兵に向けて矢の雨を浴びせます。ビュンビュン的確に飛んでくる光吉の凄まじい矢の雨に、敵もなすすべなく城内へと逃げ込みました。また両軍が浅毛堀で戦った時には光吉はよそにいましたが、このことを知った光吉は馬を馳せて敵を追いかけ、三騎を射落として首級を得ています。若い頃の光吉は縦横無尽、弓一本で鉄砲も槍も蹴散らす戦国のスーパーマン。光吉の射芸は他国にも広く知られるようになり、隣国の信長のもとにも届いていたようです。織田信長のスカウト。永井氏が没落すると信長にスカウトされます。百貫門の領地を与えられ、弓大将になりました。若武者として期待されたわけではなく、この頃の光吉はすでに還暦近い年齢、引退がちらつくような年ながら、一流の武将から戦力としてスカウトされるとは、現代人から見ても羨ましい限りです。一説によると、木下藤吉郎が美濃鵜沼城攻めに向かった時、すでに光吉は信長に従っていたとも。この時敵の急襲で藤吉郎が窮地に陥ります。それを知った秀吉の弟の秀長が駆けつけますが、そこには光吉の姿も。この時光吉は関火事の鍛えた大太刀を散々振りかざして、秀吉に殺到する敵をかけ散らして助け出したとされています。おっと、光吉は弓のみならず剣術にも長けていたようですね。以降、信長の配下にあって光吉の快進撃が始まりました。信長が家康と共に浅井朝倉連合軍に勝利した姉川合戦では、信長の命で先駆けをして敵を何人も射殺して味方の奇声を上げています。1573年に越前の朝倉義景は近江の浅井氏の救援に出陣しますが、形勢不利と見て撤退しようとします。これを読んでいた信長は自ら馬を飼って敵を追撃。この時光吉は先陣となり、敵を射落として、その後の朝倉氏滅亡の突破口を開きます。この後も長篠の戦い、越前の一揆などでも戦功を挙げていきました。信長から与えられた名前。最前線に立って若者顔負けの戦いっぷり。光吉の活躍には信長も感心したようです。信長が朝倉勢らと戦った坂本合戦で、光吉は雄花の穂の束ねた指し物をして戦いました。その縦横無尽の活躍を目にした信長は、そのつばなの白くして往来すること、白い雲をうがつような働きだ、以降雲八と称するようにと称賛し、雲八の名を与えたそうです。そう、雲八の名前は信長から与えられたものだったのです。元は雨八、あるいは雨八と称していたようですが、以降雲八を名乗るようになりました。弓の名手として活躍し続けたその原動力はどこにあったのか。それは弓術への飽くなき探求心にあったようです。というのも、ある時斎藤家旧臣の武藤兵衛と武芸を争いました。この兵衛が、あなたは弓に銘があり、私は槍で功名を得ました、その優越つけがたし、というと、光吉はなんと槍で勝負しようと槍術を学んだのです。槍術を学ぶことで弓術を深めたいという思いもあったようです。結果、3年間に槍の武功で4通の感情を得ることに。
槍もかなり使いこなしたのでしょう。しかし光義は槍術を知ることで逆に、弓は周に敵するに利ありと、次々と連射が可能で敵の大勢を蹴散らすことができる弓の持つポテンシャルを見直したよう。弓一筋の生涯を全うしたいと決意を新たにしたのです。秀吉の下で大名に。安土城の山戸を切る奉行に任じられ、1582年には射芸による選考として近江に百石を与えられました。同年、本能寺の変が起こると、安土城にいた光義は美濃へ帰還します。その途中、一騎勢に襲撃され、よもやのピンチに。ここでも光義は殺到してくる敵の大勢を見事追い払います。こうして弓で窮地を脱して帰還しました。信長も亡くなった以上、さすがに光義の活躍もここまでかと思った、あなた、まだまだ甘い。出世していくのは実はここからなのです。やがて信長の重臣だった丹羽長秀に属した光義は賤ヶ岳の戦いにも参戦。この時奮戦して戦後8000石を与えられています。七本槍でさえ最高で5000石であることを考えれば、70代といえども光義の功績はかなりのものだったのでしょう。そして秀吉にスカウトされ、弓手200人を率いる弓大将となり、摂津の国に領地を与えられました。小田原征伐にも従軍し、朝鮮出兵では弓手200人を率いて肥前の名古屋城に従います。1598年にはついに、今までの戦功により尾張の国と摂津の国合わせて1万1200石の大名に。こうして光義は弓の腕前にて大名にまで上り詰めたのです。93歳で関ヶ原へ。弓一筋を貫く光義はまだまだ引退しません。秀吉も亡くなり、光義は1600年には93歳を迎えます。今度はその年で徳川家康の会津征伐に従い、天下分け目の関ヶ原合戦に従軍したとも。弓を引いたかどうかは分かりませんが、戦場に赴くだけでもすごいですよね。いくらなんでも従軍していなかったのではないかという説もありますが、事実なら千人の域に達したレジェンドといえます。老骨を押して従った光義を家康も厚遇します。戦いの後、家康から松穂と大高を与えられました。さらに豊後の国臼杵城主に推挙されますが、光義は願わくば本領の美濃の国の関を賜りたいと望み、美濃の国の関と摂津の国の一部で1万8000石へと加増されました。晩年は家康に召し出され、射芸や選考などの昔語りをしました。さらに家康が駿府城を布陣した際には、石垣、矢座間についての意見を求められています。これは安土城で山戸を切る奉行をしていたため、その方面の知識も併せ持っていたからでしょう。ようやく光義に穏やかな日々が訪れたようです。信長、秀吉、家康の三英傑からその腕前を称賛されて大名になった光義は、1604年97歳の大往生を遂げました。生涯53度の合戦に臨み、41通の感情をもらったと伝えられます。光義は決してホップ、ステップ、ジャンプと一気に出世したわけではありません。若い頃に仕えた長井氏は没落、還暦近くになって表舞台に登場し、以降は主君を変えながらも着実に武功を重ねて一歩ずつ階段を上り、大名の座をつかみ取りました。13歳で戦場へと出て大名になるまで約80年、自らが定めた信念の道、弓術を愚直なまでに追い求め、生涯現役を貫いて成り上がった胆力には驚かされます。いくつであろうと活躍の場を与えられれば、それに見事に応えた光義。年を重ねてなお進化して称賛される姿は、現代の人から見ても憧れるレジェンドと言えそうです。
光吉の死後、その医療は4人の息子に分け与えられたため、赤飯は4年で廃藩になりました。それは光吉の遺言だったとも言われています。光吉の功績は4人の息子たちに受け継がれていきました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。